総合格闘技イベントブレイキングダウン、ブレイキングダウンで注目を集めた YouTuber の顔面に来が、20日までに自身の X、旧 i t t e r を更新。YouTube 以外の活動を休止すると発表した。写真、タトゥー除去手術を受けた後の顔面に来、顔面に来は、家もない状態から始まり、1年半以上が経ちました。ブレイキングダウン、朝倉未来さんから色々と人生は変わり、 たくさんの方に応援されることもあり時には人のことを誤解させてしまったこともたくさんあります。迷惑をおかけした方申し訳なかったですと、これまでを振り返った。TikToker やライバーとしても知られるが、僕自身市場にはなりますが、この度 YouTube 以外の活動、ライブ配信等、を一時的に休止させていただこうと考えています。見つめ直さないといけないことがあると思うからです。原文ママ。 活動休止の理由を説明した。顔面に気は今のままだと何もかも中途半端になるし僕が何をしても人に認められないなと思うからですと胸の内を明かした。迷惑をおかけした方、不快な思いにさせてしまった方へ。本当に申し訳ございませんでした。必ず強くなって戻ってきます。自分と向き合う時間をくださいと理解を求めた。顔や頬眉毛の上などに、 愛、朝倉美久、朝倉海、TikTok、ブレイキングドリーム、三崎雄太などのタトゥーを入れていた顔面に来は2023年除去手術を受けたことを報告。手術後、すっかり薄くなった左眉上の三崎雄太、新下の銀太、左方のバン中村のタトゥーの画像を載せていた。